最近、俳優、柳楽優弥さんの筋肉が大きな話題となっています。柳楽優弥筋肉、というキーワードで検索する人が増えているのも、その変化が多くの人の関心を引いている証拠でしょう。彼の筋肉は単なる見た目の変化にとどまらず、役柄への対応力や演技の幅を広げる要素として注目されています。また、柳楽優弥ふんどしの姿も SNS などで話題になり、彼の筋肉質な体型がさらに際立つシーンとして印象に残るものとなりました。この伝統的な衣装と筋肉のバランスが、現代的な魅力を引き立てる効果を生んでいます。さらに、柳楽優弥さんの身長は174センチメートルと、日本人男性の平均よりやや高めです。柳楽優弥身長と筋肉の組み合わせによって彼の体格はますます際立ち、画面上での存在感が増しています。このような彼の身体的な特徴は、役柄に対する説得力を高め、ファンからも高く評価されているのです。記事のポイント、柳楽優弥の筋肉の変化とその背景について、柳楽優弥の筋肉作りの方法と理由について、筋肉が俳優業や役柄に与える影響について、身長やふんどし姿との関連で見る筋肉の魅力について、独自、柳楽優弥の筋肉の魅力とその変化、柳楽優弥の筋肉のビフォーアフターとは、筋肉作りのきっかけとその理由、柳楽優弥が行う筋肉トレーニング方法、筋肉量の変化とその成果について、柳楽優弥の筋肉の注目すべきポイント、柳楽優弥の筋肉と身長の関係性、柳楽優弥のふんどし姿の魅力とは、筋肉の増加が俳優業に与える影響、ファンが見る柳楽優弥の筋肉の評判、柳楽優弥の筋肉のビフォーアフター、総括、柳楽優弥の筋肉の魅力とその変化、柳楽優弥の筋肉のビフォーアフターとは、筋肉作りのきっかけとその理由、柳楽優弥が行う筋肉トレーニング方法、筋肉量の変化とその成果について、柳楽優弥の筋肉のビフォーアフターとは、柳楽優弥さんは、近年その体格の変化が注目を集めています。特に筋肉のビフォーアフターに関して彼の取り組みが大きな話題となっています。過去の彼のイメージは、映画、誰も知らないや、パッチギで見られたように、どちらかといえば細身で繊細な印象が強かったです。しかし、最近では筋肉質な体格を手に入れ、役柄に合わせて肉体改造を行うプロフェッショナルな姿勢が見られるようになりました。この変化の背景には、俳優としての役柄に応じた体作りの必要性があったと考えられます。アクション映画や戦闘シーンが多いドラマに出演する機会が増えたことで彼の筋肉量も増加したのです。実際の変化を以下のテーブルで比較してみましょう。項目変化前変化後、体格細身で中肉中背の印象筋肉質でしっかりした体格。トレーニング習慣特に言及されていなかったジムでのトレーニングを積極的に実施。出演作品の役柄青年や学生役が多かったアクションやシリアスな役柄が増加。ファンの反応繊細で少年のようなイメージが人気力強く頼りがいのあるイメージが好評。このように、柳楽優弥さんの筋肉のビフォーアフターは、俳優としての成長と役作りに対する情熱を反映しています。この変化が彼の演技にどのような影響を与え、どのように役柄の幅を広げたのかも、ファンとしては気になるところです。筋肉質な体格を手に入れたことで、アクション映画や激しい動きが求められる役でも、よりリアリティを持って演じることができるようになりました。この変化は彼の俳優としての幅を広げ、さらなるキャリアアップにつながる要素となっています。筋肉作りのきっかけとその理由、柳楽優弥さんが筋肉作りに取り組むようになったきっかけには、いくつかの要因が考えられます。まず、俳優としての活動の幅を広げるためには、様々な役柄に対応できる体格が求められたことが大きな理由の一つです。
アクション映画や戦闘シーンを多く含む作品でのオファーが増えたことで彼は自然と筋肉づくりの必要性を感じるようになったのでしょう。また、健康面でも筋肉をつけることのメリットは多くあります。筋肉を増やすことで基礎代謝が上がり、細脂肪を効率よく燃焼させることができます。さらに、体力が向上し、長時間の撮影や激しいアクションシーンでも疲れにくくなるため、より良いパフォーマンスを維持できるという効果もあります。このような理由から、柳楽優弥さんは自らの体を鍛え始めたと考えられます。では、具体的にどのような方法で筋肉をつけているのでしょうか。例えば、柳楽さんはウェイトトレーニングを中心に、日々のトレーニングを継続しているようです。さらに、プロのトレーナーと一緒にトレーニングメニューを作成し、食事管理も徹底しているとのことです。以下のテーブルで彼が筋肉をつけるために言った具体的な方法をまとめました。項目内容、トレーニング方法、ウェイトトレーニング、ボクシング、体幹トレーニングなど、食事管理、高タンパク質の食事、サプリメントの活用、トレーナーのサポート、プロのトレーナーとの共同作業、目指す体格のイメージ、役柄に合わせた柔軟な体づくりを目指す。こうして、柳楽優弥さんは自身の俳優としてのキャリアをさらに広げるため、また健康的な生活を送るために筋肉づくりを行っているのです。筋肉づくりを通じて彼はより多くの役柄に挑戦できるようになり、ファンからも新たな魅力として注目を集めています。柳楽優弥が行う筋肉トレーニング方法。柳楽優弥さんが言っている筋肉トレーニング方法は彼の体格を劇的に変化させた要因の一つです。そのトレーニングは、単なるウェイトリフティングにとどまらず、全身の筋肉をバランスよく鍛えることを重視しています。まず、彼のトレーニングには、コンパウンドリフトと呼ばれる、複数の筋肉群を同時に使う運動が取り入れられています。具体的には、デッドリフトやスクワット、ベンチプレスといった基礎的なエクササイズが中心です。これらのエクササイズは、特定の筋肉だけでなく、全身の筋力を効率よく向上させることができます。また、柳楽さんは体幹トレーニングも欠かさず言っています。体幹トレーニングとは、腹筋や背筋、骨盤周りの筋肉を強化する運動で、これにより姿勢が良くなり、アクションシーンでの動きもスムーズになります。さらに、ボクシングのトレーニングも取り入れています。ボクシングは、有酸素運動と無酸素運動が組み合わさったエクササイズで、スタミナと瞬発力の向上に役立ちます。これにより、彼の筋肉は見た目だけでなく、実用的な強さと耐久力を持つようになります。彼のトレーニング内容を以下のテーブルで整理しました。トレーニング内容詳細、コンパウンドリフト、デッドリフト、スクワット、ベンチプレスなど、体幹トレーニング、プランク、クランチ、バックエクステンションなど、有酸素運動、ランニング、エアロバイク、ボクシングトレーニング、シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバック打ち、ストレッチとリカバリーヨガ、ピラティス、マッサージ、このように、多岐にわたるトレーニングメニューを組み合わせることで彼は筋肉量を効果的に増やし、かつしなやかで機能的な体を維持しています。このアプローチにより、柳楽優弥さんは様々な役柄に対応できる体を手に入れているのです。さらに、これらのトレーニングは彼のパフォーマンスにも大きな影響を与えています。例えば、アクションシーンでのダイナミックな動きや、長時間の撮影に耐えうる持久力が備わることで彼の演技の幅も広がりました。ファンにとっても、この筋肉トレーニングが柳楽優弥さんの新たな魅力の一つとなっていることは間違いありません。筋肉量の変化とその成果について、柳楽優弥さんの筋肉量の変化は、そのまま俳優としての成果に直結しています。彼の筋肉量の変化は、体重の増加だけではなく、身体全体のシルエットにも大きな影響を与えています。もともと細身の体型だった彼は、筋肉量の増加により体格がしっかりとしてきました。
これは彼の新しい役柄への適応を容易にし、より多くの役のオファーを受けるようになった背景にもつながっています。筋肉量の変化による成果を以下のテーブルで示します。項目変化と成果、体脂肪率低下、筋肉量の増加と基礎代謝の向上により燃焼効率が上がる。パフォーマンスの向上、アクションシーンでのリアルな動きと持久力の向上。新たな役柄の挑戦よりシリアスな役や肉体を使う役柄に対応できるように。健康面でのメリット体力の向上、心肺機能の強化、怪我のリスク低減。ファンからの評価、新たな魅力として注目が集まり、話題性が増す。このように、筋肉量の変化は単なる体の見た目の変化に止まらず、彼の俳優業に多くのメリットをもたらしています。特に、アクションシーンや体を張ったシーンでのパフォーマンスが評価されることが増え、演技の幅が広がりました。また、体力の向上により、長時間の撮影や激しい動きにも耐えられるようになり、撮影現場での信頼も得ています。一方で、筋肉量の増加に伴うデメリットも考慮する必要があります。例えば、筋肉を維持するためのトレーニングは非常に時間とエネルギーを要します。また、過度な筋肉量の増加は一部の役柄に不向きとなる可能性もあります。そのため、柳楽優弥さんは自身の体型を役柄に応じて調整する柔軟なアプローチをとっています。こうしたバランス感覚が彼の俳優としての成長を支えているのです。柳楽優弥の筋肉の注目すべきポイント。柳楽優弥の筋肉と身長の関係性、柳楽優弥のふんどし姿の魅力とは、筋肉の増加が俳優業に与える影響、ファンが見る柳楽優弥の筋肉の評判。柳楽優弥の筋肉と身長の関係性、柳楽優弥さんの筋肉と身長の関係性は彼の見た目や演技に大きな影響を与えています。まず、柳楽さんの身長は174cmと、日本人男性の平均よりやや高めです。この身長は、筋肉を増やすことでさらにバランスの取れた体型を実現しやすく、画面上での存在感を強調することが可能になります。つまり、適度な身長と筋肉量のバランスが彼の役者としての存在感を高めているのです。筋肉のつき方と身長の関係には、いくつかの要因が絡んでいます。柳楽優弥さんの場合、筋肉のつき方が全身にバランスよく配置されているため、彼の身長がさらに高く見える効果があります。筋肉が均等につくことで、全体的なスタイルが向上し、プロポーションが整うのです。例えば、胸筋や肩の筋肉を強化することで、上半身が広がり、逆三角形の体型が強調されます。これにより、彼の身長がより高く見えると同時に、立ち姿や動きにも力強さが加わります。また、柳楽さんの身長と筋肉の関係性は、役柄にも大きな影響を与えます。例えば、アクションシーンでは、その筋肉と身長が活かされることで、より迫力のあるパフォーマンスが可能になります。同じ筋肉量であっても、身長によって見え方が変わるため、画面上でのインパクトも異なります。以下のテーブルは、柳楽優弥さんの筋肉と身長の関係性による効果をまとめたものです。項目内容、身長と筋肉のバランス。筋肉が均等についているため、全体的にバランスが良い。見た目の変化。筋肉の増加により身長が高く見える効果がある。役柄への影響。アクションシーンでのパフォーマンスが向上。スタイルの向上。逆三角形の体型が強調され、存在感が増す。視覚的効果。筋肉と身長のバランスで画面上でのインパクトが強まる。このように、柳楽優弥さんの身長と筋肉の関係性は彼の見た目を大きく変え、様々な役柄での演技力を高めています。そのバランスの取れた体型は、特にアクションシーンやシリアスなドラマでの存在感を際立たせ、観客に強い印象を残します。また、この身長と筋肉のバランスは彼が様々な役柄に挑戦する際の大きな武器となっているのです。
ヤギラユーヤのふんどし姿の魅力とは、ヤギラユーヤさんのふんどし姿は、意外性と日本の伝統文化を感じさせる独特な魅力があります。まず、ふんどしという日本の伝統的な衣装は、現代ではなかなか見られないものであり、その姿を現代の俳優が披露すること自体が非常に新鮮です。ヤギラさんの筋肉質な体型と相まって、ふんどし姿はその男らしさとともに、凛々しさを引き立てています。これは、ふんどしが持つ日本の伝統的な力強さとヤギラさんの現代的な魅力が融合した結果です。ふんどし姿の魅力のもう一つのポイントは、その姿が持つ健康的で引き締まった印象です。ふんどしというシンプルな衣装は、筋肉の輪郭を強調するため、ヤギラさんの鍛え抜かれた体をより鮮明に見せます。これは彼の肉体美を引き立てるだけでなく彼が日頃から言っているトレーニングの成果を視覚的に示すものでもあります。特に彼の腹筋や太ももの筋肉が際立ち、全身の筋肉のバランスの良さを強調しています。また、ヤギラさんのふんどし姿は彼の俳優としての新しい一面を引き出すきっかけにもなっています。例えば、時代劇や伝統文化を背景とした作品において、その姿が観客に強烈なインパクトを与え、話題性を呼んでいます。ふんどし姿の彼を見ることで、観客は彼の役者としての幅広さを感じ取ることができるのです。以下のテーブルに、ヤギラユーヤさんのふんどし姿の魅力をまとめました。項目内容、視覚的なインパクト、ふんどし姿が新鮮で意外性があり、注目を集める。筋肉の強調、筋肉の輪郭がはっきりと見え、肉体美を際立たせる。伝統と現代の融合、日本の伝統衣装と現代的な俳優の魅力が融合している。役者としての幅広さの表現、時代劇や伝統文化を背景にした役柄での適応力を示す。話題性の増加、独特な衣装の選択によりメディアやファンの関心が高まる。こうしたふんどし姿の魅力は、ヤギラユーヤさんの役者としての挑戦を象徴するものです。ふんどしというシンプルでありながら、力強い衣装を身にまとうことで彼は新たな役柄への挑戦を続けており、その姿勢は多くのファンに支持されています。また、こうした挑戦が彼の演技にさらなる深みを与え、これからの作品への期待も高まっているのです。筋肉の増加が俳優業に与える影響。筋肉の増加は、俳優業にとって単なる外見の変化以上の大きな意味を持っています。ヤギラユーヤさんの場合、筋肉の増加は彼の俳優業に様々なポジティブな影響を与えています。まず、役の幅が広がる点が挙げられます。以前はどちらかというと繊細で感受性豊かな役柄が多かったヤギラさんですが、筋肉の増加により、より多様な役に挑戦することが可能になりました。特に、アクション映画やドラマでの肉体的な役柄にも自然に馴染むことができるようになったのです。また、筋肉量が増えることで体力も向上し、長時間の撮影や激しい動きを伴うシーンでも高いパフォーマンスを維持できます。これにより、彼の俳優としての信頼性もさらに高まりました。役柄に応じて必要な体力やスタミナを確保することは、撮影現場でのストレスを軽減し、監督や共演者からの評価にもつながります。このため、筋肉の増加はヤギラさんの仕事環境をさらに良好にする要素となっています。さらに、筋肉の増加は見た目の説得力を増す効果もあります。例えば、アクションシーンや戦闘シーンでのリアルさが向上し、観客に強い印象を与えることができます。筋肉がしっかりとついた体格は、観客に対しても信頼感や説得力を与え、その役柄への感情移入を助ける役割を果たします。以下のテーブルで、筋肉の増加がヤギラユーヤさんの俳優業に与えた具体的な影響を整理してみましょう。項目内容、役柄の幅の広がり、アクション映画やシリアスな役柄にも対応可能に。体力とスタミナの向上、長時間の撮影やハードなシーンでもパフォーマンスを維持。
見た目の説得力、アクションシーンでのリアルさと信頼性の向上。撮影現場での信頼度向上、高い体力と筋力で撮影の進行に貢献。観客への感情移入の促進、役柄に対する観客の感情移入が強まり、印象深い演技が可能。このように、筋肉の増加は単に身体的な変化に止まらず、俳優としてのキャリアをより豊かにし、多くの可能性をもたらします。柳楽優弥さんにとって、筋肉の増加は役柄の選択肢を増やし、俳優としての成長をサポートする重要な要素となっています。一方で、筋肉の増加には役柄の制約を生むリスクもあります。例えば、繊細で華奢なキャラクターを演じるには、役に不向きになることも考えられます。そのため、役柄ごとに適切な体型を維持する柔軟さが求められる点も、俳優業における筋肉増加の重要な側面です。ファンが見る柳楽優弥の筋肉の評判。ファンが見る柳楽優弥さんの筋肉の評判は、非常にポジティブなものが多いです。まず、彼の筋肉質な体格に対するファンからの反応は、かっこいい、力強い、といった称賛の声が多数あります。彼の筋肉の増加は、単なる外見的な変化にとどまらず、俳優としての努力とプロ意識の高さを感じさせる要素として捉えられています。ファンにとっては、その姿勢がより一層の魅力となり、彼のパフォーマンスに対する期待感も高まっています。さらに、柳楽さんの筋肉は彼の演技に対するリアリティを増すため、ファンが役柄に感情移入しやすくなっている点も見逃せません。特にアクションシーンや肉体を使ったシーンでは、筋肉が演技に深みを与えることで、観客により強い印象を残すことができるようになっています。これは彼が単に見た目を変えるだけでなく、役柄に真剣に取り組んでいることを示すものとして、ファンの間で評価されています。また、筋肉の評判は SNS などでも話題になることが多く、彼の筋肉を評価するファンアートやコメントも多く見られます。これらの声は、柳楽さんのイメージをさらに強固にし、新たなファン層を獲得するきっかけともなっています。以下に、ファンが見る柳楽優弥さんの筋肉に対する評判をまとめたテーブルを示します。評判のポイント内容、見た目の魅力、かっこいい、力強い、といった称賛の声が多い。俳優としてのプロ意識、筋肉を増やす努力がプロ意識の高さとして評価される。演技のリアリティ向上、筋肉が役柄にリアリティを加え、感情移入を助ける。SNS での話題性、ファンアートやコメントで筋肉の話題が頻繁に取り上げられる。新たなファン層の獲得、筋肉を評価する声が増え、新たなファン層にアピールできる。このように、ファンが見る柳楽優弥さんの筋肉に対する評判は彼の俳優業にプラスの影響をもたらしています。筋肉の増加は彼の努力やプロ意識を示すものであり、ファンにとってはその姿勢が新たな魅力として映ります。また、筋肉が演技に深みを与え、リアリティを増すことで、ファンの期待も高まり続けているのです。ただし、一部のファンからは、以前の細身の柳楽さんも良かった、という意見もあります。こうした意見も含めて彼の筋肉に対する評判は彼の俳優としての多様な魅力を物語る。